はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいというふうに思います。今回はですね、まずちょっと邪魔くさい位置にいる森家ですね、この鳥峰城と岩村城、この2つを、取りたいなというところと、あとこの長島城ですね、伊勢の滝川家、ここも潰して、数正はじめ優秀な武将をまたね、取り立てていきたいなというふうに思ってますので、2正面作戦になりますが、早速ですね、長島城に出兵していきます。我が軍略、お見せしよう。で、光秀、VS 数正という構図になって、滝川の方には森がつくということですね。であれば早速ですね、軍勢を送り込んでいきましょう。前田慶次3000に対して秀吉18400。まあ特に気にする必要もなく踏み潰せそうですね、これだったら。そうか、森家はこちらにもう服属したんでしたね。であれば、どうしようかな。今、他の川尻家あるいは柴田家、勝家と戦端を開くのは得策ではないですよね。となると、一旦、左近は騎乗させましょう。で、その他で言うと、親善、上杉に対して食っておきます。まあ、同盟可能なところまで一旦持っていきましょう。三成。かしこまりました。で、上杉と組んで、徳川、あるいは勝家、この辺りと先端を開いていこうかな。でも、以前、前回までお話してると、西側はもう手を入れないと。いうのを前提にしてます。あと交渉で、細川忠興、この辺り潰しとく？邪魔くさいもんね。この細川家さえ潰せば中国地方に軍勢を置く必要がなくなるので、藤高忠興、この辺り潰しましょう。まあ、大した軍勢は出してはこれないと思うので一気に踏み潰します。忠興8900、そこそこの軍勢にはなるね。弓木城から攻めましょう。出陣しよう。で、前線から遠くなったところはもう穀倉地帯化して完全に兵を解雇していきます。死にとうない。まあ、そのためにやっぱり伊勢、さらには細川家、ここを潰しておくというのはね、大きいですからね。で、徳川から正信が来たか。まあ、一応会うだけ会いましょう。これで家康との二正面作戦を避けられるので勝家に専念できますね。前線になる苗木城、ここはちょっと回収しておこう。他にも回収しておきたいところいくつかあるので、郡上八幡、さらには長浜、この辺りはさらにさらにというところで、城の拠点の防御力高めていきます。
で忠興を粉砕して弓木城を囲んでるので、まあ、このまま弓木城は囲みましょう。で武部山も攻めて、一気に細川家を潰すというところですね。で滝川の長島城も包囲しているので、これで決まるな。刑事が加わってくれれば、あ、むちゃくちゃ大きくなるからね。講和の申し出が細川から来てますが、無条件はないだろう。せめてね、弓木城ないし竹部山を差し出すんだったら考えてもいいですけど、そういえば一正はもう死んでましたね。なので滝川を潰して刑事、前田刑事をもらい受けましょう。報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。鉄砲と軍馬を買っておきます。ありがとうございました。さあ滝川からですね、明智への心中の申し入れ、これは拒否する。なんといっても刑事を手元に家臣として置いておきたい、ね、で小西幸長の軍勢、これそのまま竹部山に派遣して細川家の息の根を止めにかかります。もう終わりか、口ほどにもないの。全員登用、統率、あるいは武勇95の刑事はでかいよね。まあ、一正がもういなくなってるというのはね、ちょっと切ないものはありませんが、戻ろうか。包囲せよ。そしたら勝家との先端を開いていくタイミングだけですかね。上杉家との同盟をまず結んでからかな。先月の収支でございます。これより表情を、さあ表情、宇治里正家、夏香正家、堀秀政に後藤又部、いや今回結構みんな優秀だな。ああいうこととなると、まず宇治里を辞めて又部と堀秀政に夏香正家で行こう。これにて表情を、これでバランスよく稼げたんじゃないか。まあ、合戦系を中心にやっぱりやっていきたいので、どうしようかな。騎馬攻撃、これは絶対いる。操戦術とかいらないからな。で、あとは鉱山、過労宗教か。文国法、民中の情勢、これは上げておきましょう。茶室外交とかね、正直いらないんで。そしたらまた鉄砲、軍馬と買っておきます。ありがとうございました。あ、しまった。上杉と同盟を結んでおきたいな。交渉、上杉同盟12ヶ月、で12ヶ月以内に勝家と先端を開く、これでいきましょう。報告いたします。先月の収支でございます。兵糧がちょっと減ってきてはいますが、おっと、元親が鳥取城を狙っている、どういうことだ。まず交渉、相手から敵視されてるって言われてもな。まずは毛利とは同盟12ヶ月結んどくでしょう。ちょ
長宗壁がこちらと先端を開く可能性があるってこと？それはちょっときついな。まずは秀吉を派遣しておこう。悪いが負けられぬのでな。で、細川家も潰しましたね。この後、それぞれ取った城全部に武将を入れておきます。で、行長は一旦騎乗させましょう。戻ろうぞ。問題は長宗壁よ。さて、一番上秀吉なんですが、長宗壁とは心象目標最大値まで持ってきましたが、今は我々と交渉する気はないという話をしてきているので、まずちょっと西は放置する予定だったんですが、西側も防御を固めておく必要がありそうかなという印象がありますね。まずは長島城に滝川一族を入れておきます。長宗壁と先端開くはちょっとありえないからな。あとは、弓木城には忠興、細川忠興を入れておきましょうか。この辺りはある程度温情。あとガラシャ、この二人は仲良く、仲むつまじくしてもらいましょう。で、竹部屋はまあここはどうしようかな。統率がある程度使える武将を入れておきたいので、五所からこれ藤高入れておきましょうか。まあ、結局だからね、取り上げたとはいえ完全にその二人が、細川の二人がそのまま領地の城主になった感じにはなっちゃいましたけど、問題はこやつよ。長宗壁同兵24ヶ月、これでどうなるかな。んな、よし、元親と同盟が結べたので、この間に勝家と先端を開きましょう。先月の終始でございます。これより表情を始める。ユギナがさらに左近で行こう。これにて表情を終える。みんな武将が揃ってきたので秘策力が相当増えてきましたね。よし、鉄砲の射程増加は絶対入れるぞ。すぐにでも入れましょう。で、あとは鉱山鉄砲を獲得。これで鉄砲をさらに増やしていきます。で、それはさて沖だ。どうしようかな。勝家と先端を開くにあたって、ちょっと各拠点の歩兵状況修正していきましょう。まず五将はともかく、弓木城とかは農兵も足軽も大幅に減らしましょう。竹部屋も同じですね。もう可能あたりは本当についさっきまで戦争が行われていたところなので、まあ、ある程度ね、入ってきているというのはしょうがないのかなとは思うんですけど、まあ、五将はこのままにして、
ちょっと怖いのが、長宗我部毛利とは先端を開いていない状態とはいえ、それなりに危険な動きをしてくる可能性があるんで、かしこまった。思い切って完全に兵をゼロにするというわけにはいかないので、まあ言ってもこれくらいなのかな。できるのは持瀬山とかもね、この後金ヶ崎勝家出兵の時には兵が必要になるので、一旦これで止めおきましょうか。でだ、勝家と先端を開くにあたってどうだ。軍事力では圧倒できそうですけど、できるだけ早く決めたいので、森家、さらには上杉、徳川、このあたりからも援軍がもらえればなおよしというところかな。では勝家に対して宣戦を布告します。我が軍略お見せしよう。味方してくれるのは長宗我部毛利に上杉、このあたりかな。では早速兵を起こしましょう。松様と先端開くのかきついな。陣は確実にこっちが取りたいので、さてさて困ったな。柴田軍の軍勢の数が異常だからな。ちょっと一旦回戦やめて、援軍上杉、困りましたね。勝家とまともにぶつかってもダメージが多すぎるんで、兵を二手に分ける。木曽福島、ここに勝家軍23,000、光秀軍が23,000が展開するんだな。まあただここで戦った場合、陣が相手にあるんで、まともにぶつかっても結構しんどいよね。いや、勝家しっかり防塁とかで固めてるな、この感じだと。金ヶ崎で戦うのかな。まともに戦ってもちょっときついよな。一旦回戦は後にしよう。宣戦布告したものの誰かが仕掛けるのを待ちたいな。使いの者が来たようです。徳川から交渉の申し出、通食予定、まあこれはいいでしょう。報告いたします。先月の収支でございます。兵糧の入りが思ったより少なかったね。さあ、この秋でどんくらい収穫があるかだな。ちょっと確認してきます。報告いたします。先月の収支でございます。よし、25万まで増えたね。兵糧がこんだけあれば戦えるな。
誰かが勝家に仕掛けてくれないとちょっと戦いづらいよね。勝家軍だってめちゃくちゃ兵力入ってるもんね。七尾城に関して言うと1万5000の軍勢が入ってますよこれ。金ヶ崎、北野城、この辺りまで抜ければいいんですが、朝倉山城には兵1万、大正寺にも7000。さーてどうしたものか。出陣する。ちょっと兵を二手にやっぱ分けよう。出陣しましょう。お、長宗壁と総林がついたか。まあ、ここは長宗壁にもちろんつきましょう。待機する。報告いたします。さあそしたらあとはここからは兵をどう動かすかという話になるので、まあしっかり見極めていきましょうか。福島正則軍事32、さすがよ。秀長の議論34もさすがですね。となるとバランス取って天海の農業商業、これで全ての値が万能に上がります。さすがに金利外交を持ってきて藤高は優秀だね。さああとは兵の動かし方、まず三井でこれを手を打ちましょう。勝山城へと進軍させる。我に続け。待機します。で堀秀政は一路金ヶ崎へと向かおう。進むのです。手を打ちましょう。進め。報告いたします。先月の収支。絶対に陣を相手に取られた状態で先端を開きたくないので、手を打ちましょう。兵糧が消耗が激しいですが、ここはうまい具合に待機する。無駄に兵糧だけ使っちゃってる。どうしようかな。報告いたします。先月の収支です。堀秀政の軍を、皆さん続いてください。うわ、長宗壁と大友8万クラスの軍勢がぶつかって長宗壁が勝ったか。待機します。よし、ここで松倉城に攻め込めば、いや違うな、木曽福島だろ。今こそ出陣する。秀政はここで敵をおびき寄せる。総林が死んだか、このタイミングで。報告いたします。先月の収支です。これより表情は。さあ光秀、左近、雄斎、まあこれ藤高ですね。さらに大谷義次、
いやー、さすがだね。これにて表情を終える。利関係、これはちょっと入れられないのかな。確認します。入らないね、すぐには。操戦術はいらないので、まあ地味なところをしっかりやっていきましょう。片付けない。金1万6000円、まあいいだろう。よし、これで木曽福島は取れそうだな。報告いたします。まあおそらく勝家の方は兵糧が尽きたと見える。なのであればここは城を落としていくぞ。皆さん続いてください。この兵糧、ある意味兵糧攻めになったね。だから皆の者、我に続け。取れるだけ城を取る、今のうちに。囲むのです。兵糧がないと見える。さあ、柴田からの交渉の申し出。鉄砲戦、そんなものはいらない。勝家の領地半分ぐらいよこせばね、ちょっと考えてもいいかなとは思うんですけど。いやー、この兵糧による軍勢の展開期間っていうのかな、それが完全に勝ったがために、合戦しないでも勝てそうな感じだな。では交渉で、上杉に関しては光秀に蛍ちゃんを嫁がせよう。さらに長宗我部とも、もうそういうフェーズに移りたい。にゃーできないか。婚姻したいんだけどね。さあ、木曽福島は取った。そしたらこのまま城を取って松倉城に行こう。勝家がこもる松倉城を叩く。この程度でしたか。織秀政の軍勢も北の城へと進めましょう。進むのです。まあ金ヶ崎も落ちるのは時間の問題だと思うんで、一徹が死んだか、美の三人衆。お、官兵衛の父親も死にましたね。報告いたします。先月の収支です。さあ、とはいえ兵糧が危なくはなってきてるな、こっちもね。展開、あとはどうだ。養子継ぐ入れておこう。商業が一気に試作力増えたはずなので、やれることがどれくらいあるかですね。商業系はただもう結構いっぱいいっぱいまで来てる。確認します。商業入れたけど何にもできない。この辺りはちゃんと確認してからやるべきだったな。朝廷とか来ていらないんで、金をむしり取っていくだけなんで。
さあ、そしたらちょっとでも兵糧を買う。ありがとうございました。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。さあ、左近の2万、これはさらに軍を進めて朝倉山まで進めましょう。年長皆の者、我に続け。囲め。北の城を取って勝山城ぐらいまではこのまま逃げ道を残すな。押さえておきたいけどね。終わりですか。よし、北の城も取った。で、北の城を取ったので、まあ、もうこの辺りはちょっと皆さん退屈されてしまうかもしれない単純な塗り絵作業にはなっていくんですけど、塗り絵を行っていきます。松倉城も取ったね。そしたら諏訪まで兵を進めます。我に続け。というところでどうですかね。時間もいい時間になりましたので、一旦ここまでにして、次回以降勝家をさらに、攻め立てていきましょう。兵糧がなくなってきてるので、一旦兵を引く予定ではあります。なので、まずは、光秀の3万、これを一旦返しましょう。で、秀政も勝山城行く余力はないので、一旦兵を返します。戻りましょう。で、左近の朝倉山城攻めだけはこのまま継続していきます。で、次回はですね、さらに秋収穫を待って勝家のこもる北陸へさらに軍勢を進めていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。